趙軍らは上田城を脱したものの、オロチ軍に行く手を阻まれてしまう。そこへ趙軍らの危機を聞きつけた脅威が救援に駆けつけた。しかしオロチ軍は多数、このまま戦っては収穫適せず敗れてしまう。そんな中、島津義弘が味方の軍勢を最大限に利用できる策を提案した。趙雲殿、ここを通ると聞きお待ちしていました。この先は敵が封鎖しています。進軍は難しいかと。ならば次に叩き伏せればいい。面白い、やってみよう。では私は手勢を引き、伏して機を待ちましょう。敵を見つけたぞ、追え。これ以上勝手な真似はさせぬ。いざ尋常に勝負。いたぞ、逃がすな。見失ったか、どこへ隠れたんだ。みんな出るぞ。戦には頭も必要ですよ。敵は浮き足立っている。今こそ好機。伏兵だと。体勢を立て直せ。ここは逃げるが上策。敵将打ち取ったり。俺もやりますね。今度は負けないからな。敵将打ち取ったり。お見事。策など不要ですかな。なんでしょう、悲しいですね。撤退します。後を頼みました。敵将打ち取ったり。さあ力を合わせて敵を破りましょう。
策など不要ですかな。はっ、はっ、はっ、せやっ、はっ、せやっ。戦には頭も必要ですよ。竜となんて敵陣を駆け抜ける。はい、ここはミネルが上策。敵将を討ち取った。噂にたがわぬ豪傑よの。俺たちも手柄を立てるぜ。はい、邪魔よ。それはどうにもならぬ。敵将打ち取った。すげえな。私と手合わせ願おう。止められぬ。敵将打ち取った。はい、邪魔。まさに頼わぬ豪傑よの。俺たちも手柄を立てるぜ。我が勝機試す時。あなたに恨みはありません。どうしましょう。はい、手柄を立てるぜ。かけらもありませんね。
おぬしとおりゃ美の基準が違う。戦に美しく彩りましょう。いくわ。長子流剣山いくわ。火が出るぞ。シッシッとおりゃ。出直します。敵将おふったり長子流剣山お見事。策など不要ですかな。敵の指揮官は倒した。今のうちに抜けよう。今後は私も共に戦います。さあ参りましょう。